乙女座の皆さん、こんにちは、なつきです。いつもご視聴、高評価、コメントありがとうございます。今日は8月後半の乙女座さんの運勢をリーディングしていこうと思います。よろしくお願いします。ではカードが出揃いましたので順番に見ていこうと思います。私は正位置と逆位置を読みますので、ひとまずシャッフルを映像に取り入れているのですが、タイムスタンプをご用意してますので、リーディングからご覧になりたいという方は、そちらから飛んで好きなところからご覧ください。はい、では8月後半の乙女座さんの運勢を見ていきたいと思います。まず、現状を見た後に8月後半の全体運、総運とお仕事、恋愛、人間関係の順番に掘り下げていこうと思います。では乙女座さんの今の現状ですね。結構豊かな感じがしますし、今誰かに、大変だったことに手を差し伸べてもらって、結構心がふわっと軽い状態なのかなと思いますね。それによって自分が気を張っていたこととか、
私はこういう立場でいなきゃいけないんだとか、あるいはこう引っ張っていかなきゃみたいな、結構こうプレッシャーみたいな変な緊張感みたいのがほぐれているような感じがするんですよね。その誰かの手助けによってで、こう積み上げてきたものをまだまだ頑張らなきゃっていう思いが少しこう意味で外れたり、なんかこう結構気を張ってああしなきゃこうしなきゃってやっていたような感じがするんですよね。多分乙女座さんの真面目で堅実でコツコツやれる性格はいい部分でもあるんですけれども、そこにちょっとフォーカスが当たりすぎてしまって自分を見失ってしまうような感じだったかもしれませんが、そこにこうふわっとね、どなたかが手を差し伸べてくれて言葉をかけてくれたり、まあその担っているタスクを分け合ったりすることで、その、ね、存在によって乙女座さんが結構心が軽くなっている状態なのかなと思います。あ、もうちょっとこうしていいんだなとか、この人がいてくれたら私はこういうふうにちょっと自由になれるなっていう、そういうねふわっと軽く心が落ち着いてきた時なのかなと思いますね。いいですね。ちょっと結構気を張って頑張っていた感じがあるので8月後半、この後もねちょっと見てみたいと思いますね。はい、では8月前半の総合運、全体運ですね。ですね、やっぱりまだまだこう自分の中の責任感とかやらなきゃっていう思いは、まあ、健在ではあるとは思うんですけど、それはねなかった方がいいっていうことでもないので、その乙女座さんの責任感だと思うんですよね。そこがねやっぱりちょっとこうなんて言うんですかね、幸せだなって思うこととか、あ、これはこうしていいんだなっていう、やっぱりその今の現状の延長というか、それがこうぐわーっと広がってくる感じ、これぐらい肩の力を抜いてもいいんだなとか、これはちょっと考えすぎだったんだなとか、そういうのにこうどん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 そういった幅が広がることで、乙女座さん自身の環境とか今置かれてる現状みたいのが結構豊かに幸せな気分になってくる気がするんですよね。柔軟星座さんなので、こうフレキシブルにね状態に合わせて動くっていうのは得意な方は多いかなと思うんですけれども、それがねちょっと発揮されてきたっていう感じですね。こう角度を変えてみたら、これはこんな風に思えばよかったんだとか、もうちょっと肩の力抜いた方が逆にいいんだなとか、そういうことにねなんか結構早くに気づけるような感じがするんですよね。ちょっと補足も1枚引きたいと思います。マジシャンのカードが出てきました。いいですね。そのやっぱりちょっと肩の力を抜いて自分の気持ちが少し楽になって、幸せな部分とかね俯瞰してみたら結構恵まれた環境にいるじゃないかとか、なんかそういうことに気づき出してからのまたこう新しいものを生み出す力っていうのが出てきそうな感じがするんですよね。角度を変えてみたらこういうことも実はできるなって気づけたりとか、自分のそのね余裕がある感じを持てることでまたねこう新たな切り口が見つかってくるっていうか、多分ちょっと結構固くなにこうしなきゃっていう風に思ってたところが今すごくふっと楽になってる感じがするんですよね。だからそのふっと楽になった空気がぐわーっと広がって、で物事をね俯瞰して広く広く見れるように8月後半になってくると思うんですけど、その余裕によってまた新たなねこんなことが実はできたなとか、あ、これはこうすればいいんじゃないかっていう自分の中の攻略っていうんですかね、目指すものへの攻略が見つかってくる感じがします。いいですね。ではお仕事にフォーカスを当てて見てみたいと思います。そうですね、お仕事に関しては結
こうやりたい方向性みたいのがはっきり定まってくるのかなっていう感じがしますね。多分こういろんなことを同時にやられてたりとか、考えることがきっと一つではないと思うんですけれども、その中でもやっぱり自分が掲げたいウェイトっていうのがやっぱりはっきりしてくる気がしますし、それによって結構乙女座さん自身の心が安定してくる気がするんですよね。こう全部を全部抱え込まなきゃって思ってたかもしれないですけど、その中でもやっぱり自分が、まあ、人間なので、好きな仕事とかこれには注力を注ぎたいって心がこう入り込むようなものとかがまたきっとバラバラだと思うんですけど、やっぱりその自分が大事にしたいものがちゃんと分かってきて、それに対して他とのバランスが取れてくるのかなって思いますね。これはこれぐらいでいいだろうって自分の中でも踏ん切りがつけたりとか、別にそれは秩序を乱すようなことでもなくって乙女座さんなりの判断を大事にしていけるような感じがあります。ちょっと補足1枚引きますね。やっぱりそのお仕事に対してのいいタイミングっていうのを分かってくるというか、自分の中での、はっきりした判断みたいのがより明確になってくると思うんですよね。これはまだこの時じゃないなとか、これはまだまだこうしておくべきだなっていうバランスが乙女座さんのこう頭脳の中でちゃんとこう明るみになっていく感じがしますね。結構それの判断が早いというか、割と自分に迷いがないような感じがあって、きっとそれに信頼を置かれて統率していく方もいらっしゃると思いますし、自分自身こう思うんだから絶対大丈夫っていう自信みたいなものがちゃんとあった上での判断ができる気がします。ちょっとオラクルカードからも1枚もらいたいと思いますね。マジック。そうですね、そのやっぱり乙女座さんの正確な判断によってその後もね、マジックが起こせるよって言われてますね。なので今、8月後半に判断していくような仕事のプロセスとかスケジュール感っていうのは決して間違っていないですし、それはねまたいい引き金となってというか要素となって次のマジックをね引き起こせるって言われてますね。なのでまあ多少不安をね持っている方もいらっしゃるかと思いますが、きっと自分の中で余裕ができて物事の視野をね広く見れているような時なのかなと思うので、その中でも確実に明確に自信を持って判断できることっていうのがまたそういう思考が生まれてくると思うので、そこは大事にしてあげて良いかと思います。次もねいい結果につながると思いますので、ぜひその乙女さん自身のね主軸の判断を大事にしてあげてください。はい、では、恋愛人間関係見ていきたいと思います。そうですね、恋愛人間関係結構ちょっとお休みっていう感じもありますね。けど豊かな感じがします。自分からガツガツ行く感じではなくって、そうですね、お相手様いらっしゃる方、カップルの方、ご夫婦の方は、まあ、2人の仲をどうこうするっていうのが何か考えてる思いがあっても、まあ、それは今じゃないかなっていう感じが自分の中で湧いてきそうです。っていうのも、まあ、それを進めないことに対して何も不安がない。まあ、それはお相手様との信頼関係だったりとか今現状の豊かさが満たしてくれるような感じがあるんですよね。なんか迷うものがないし、今の現状でひとまず幸せっていう感じの期間になるのかなと思います。きっと
まあ、お仕事とか、まあ、他のものがちょっと充実していきそうな感じはするので、まあ、今そこを人間関係、恋愛落ち着いてたら、まあ、それで大丈夫かなっていうような、こっちはこっちでちょっとバランスを取った落ち着いた感じになっていきそうです。きっと進めたいこととか、お二人の中にしなきゃいけないこととか、今後ね見越して決めていかなきゃいけないこととかがあるとは思うんですけれども、今はちょっと時期じゃないかなっていう感じを受けますし、まあ、そうしていても、幸せな現状がそこにあるっていう感じがあります。的は一つに絞られてるっていう感じがしますし、ちょっと後で補足引きますが、お相手様もそんなに気にされてはいらっしゃらないんじゃないかなと思いますね。同じ気持ちというか、カダム中の方、お相手探していらっしゃる方も少しね、こう活動に関する勢いはちょっとゆっくりめになりそうですが、自分の中でね、やっぱりこの方向性が決まっているというか、まあ、この人に対してだけ向き合っていきたいから、まあ、ちょっとゆっくり時間をかけたいなって思えたりとか、まあ、探していらっしゃる方も、例えばその結婚相談所はもうここに決めてるから、まあ、そこに加入するためのじゃあちょっと準備をしていこうかなっていう、落ち着いたね準備期間になるのかなと思います。多分物事がこの時期はあんまり動いていなくても、乙女座さん自身がそんなに焦りもしないし、結構ね確固たる確信みたいのがあるような感じがするんです。もしダメでもここまでそこまで時間をかけてたんだったら納得できるなってた、まあ、後々思えたりとか、今の現状に対してね、そこまで焦りもなければ壊れるような関係にもならないと思うので、ぜひね自分のペースみたいのを大事にしてあげれば良いのかなと思います。ちょっと補足も引きますね。その落ち着いた中で考えていけるコンテンツがあって、その落ち着いた期間ではあるんだけれども、自分の中でちゃんとやっぱり先ほどのお仕事とも同じ感じがあるんですが、ちゃんと自分の中で整理して考えていける感じがするんですよね。これを動かすのは今じゃないけど、まあこの期間にこういうことを考えておこうかなとか、今特別動かすことはしないけどこういうことは必要だよなとか、こういうことは調べておこうかなとか、そういった自分の中のやっぱり頭の片隅で分かっていなきゃいけないことが、乙女座さんの中ではちゃんと分かっているんですよ。そうなので、まあ、恋愛人間関係に関しては自分の中の思考っていうのがすごく大事な時期になるかなと思います。ペースはゆっくりでも大丈夫ですし、その中でちゃんと豊かになれているっていう現状があると思いますし、とその期間の中ででもね、自分の中でちゃんと考えなきゃいけないことっていうのは、まあ、真面目で堅実な乙女座さんなのできっと分かっていらっしゃるので、それを投げやりにはきっとしないと思うんです。なのでね、乙女座さん自身の時間の使い方とか恋愛人間関係に置くウェイトだったりとかっていうのをご自身の中でちゃんと大事にしていただければ良いのかなと思います。はい、オラクルカードもちょっといただきたいと思いますね。いいですね。やっぱりなんか状況は豊かな感じはあるので、そのね俯瞰してみた時に自分は今豊かな状態であるっていうことをちゃんと確信することも大事なので、あまりね今の時期は、まあ、考えることは頭の片隅でにちゃんと置いている星座さんだと思うので、まあ、それは大事にしつつ今のね豊かな状況っていうのを十分感じていただくことが大事かなと思います。はい、では
8月後半の乙女座さんに最後にこちらのオラクルカードから全体的にメッセージをいただきたいと思います。メイクアウィッシュ、いいですね。すごい綺麗なタンポポのカードが出てきました。クリアリングコンプレッション、サレンダートゥマジック、いいですね。他者を優先したりとか、縁の下のね、力持ち的な星座さんではありますが、ご自身の、願いとかやりたいこととか方向性、こうなりたいっていう方向性は必ずなくさないようにしていただきたいなと思います。メイクアウィッシュ、黄色がラッキーカラーな感じもしますね。やっぱりその大事な自分の中に眠っている気持ちっていうのは、いつかはね、こう表に出さなきゃいけない時もありますし、その自分自身のね、願いみたいのがないと、やっぱり他者に合わせてばっかりだと自分の人生というか自分の豊かさみたいのを見失ってしまう時もあるかと思いますので、ぜひご自身のね、願いとかそういうものはなくさずに、心に、行動にすぐには移さなくても、自分の中にね、いつか実行するぞっていう決意みたいなものをずっと胸の内に秘めて、忘れないことが大事かなと、思います。では、8月後半の、乙女座さんのリーディングしてまいりました。いかがだったでしょうか。また次回も楽しみにしていただけてたら嬉しいです。状況は豊かかつ、思考はね、結構しっかりと、早い判断というか分別をつけれそうな、結構スマートな時期になると思いますので、そのご自身の豊かさをね、大事にしてください。はい、ではこの辺りで失礼します。ご視聴ありがとうございました。